こんばんは。はい、どうも。ヒカキン TV のプレゼント企画。プレゼント企画ね。まあ、当選した人おめでとうございます。まあね。こんなやつにあげて、もう、無駄なんじゃないかっていうコメントが多分来ると思うんだよね。でもね。でも、逆にね、そうやって人のこと僻んでるやつに、が、その商品を手に入れたからって有効に使えるかって言ったらそうじゃないんだよね。やっぱりね、やっぱ人のことをひがまずね。うん。応援できる人間。やっぱね、やっぱり、俺的にはね、未来があると思うんだよね。うん。やっぱ人のことね。そう。ひがんでるやつね、もう明日はないからね。そう。まあ、当選した人はね、まあ、ヒカキンのプレゼントを手に入れて、そのプレゼントをどうやってね、有効に活かせるかっていうのをね、しっかり考えて使ってほしいなと思うよね。うん。なあ、あんちゃんね、なんだかんだね、文句言ってくるんだよ。お前はそんなもん必要ね。豚に真珠だみたいな。だけど、そう、あんちが、それを正直使いこなせるかって言ったら、そうじゃなくて、うん。やっぱり、ね、自分自身がどう使うかがすごい大事だと俺は思って。っていうことで、プレゼント企画挑戦した人おめでとうございます。バイ。